スキマスイッチのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマパーソナルクエスチョン。お二人ともスキマスイッチとしての活動以外にソロ活動もされていますが、ソロとグループとの違いは何ですか？スキマスイッチはやっぱり2人組ですので、こう2人の間を取ったような作品がなかなか多くなったりする中、ソロ活動はねかなりあの僕に振り切ったことを歌えるっていうところはやっぱり違うところじゃないですかね。それぞれ最近ハマっていることは何？僕はゴルフですかね。時田さんは？そうですね、まあ、相変わらずサッカーはやったり見たりしてますね。相手を尊重してなんぼっていうスポーツがサッカーはね、うん、ゴルフはね自分と戦いですけども、ね、僕はあれですよ、ピンを尊重してますよ。カップを尊重してます。あれもゴールみたいなもんだから似てるかもしれないね。オンタマ FM エアチェッククリックランキング FM ラジオで今最も注目されている曲とは？恋してたいといいんじゃない。ほんほんほん。スキマスイッチの野望は何？自分の家はスキマスイッチの足がいいな。それ勝手にやってください。やっぱりね、その60何歳分からない、83何歳とかね、90歳ぐらいになった時の最後の足を家に使おうかなと思ってね。ああ、なるほど。足は2人一緒ってことですか？いや、その時ちょっともう、わし君の容態が分からないので、なんとも言えないですよ。なんか切なくなるじゃないですか。60歳ぐらいまで、やっぱり やっていきたいです。なるだけね。スキマスイッチのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマウィスパー、テーマを受けた一言。大橋さん、はい、ゴルフでドライバーショットが予想以上に飛んだ時の一言。あれ、どこ飛んでた？今どこ飛んでた？見とけよ。時田さん、はいはい、ワールドカップの最終予選を見ていて、日本代表が素晴らしいセンタリングから得点した時の一言。やった。健吾やればできんじゃん。が結果的に試合に負け予選敗退してしまった時の一言。次俺監督やるわ。大橋さん、はい、ダイエット中に体重計に乗ったら突然5キロも減っていた時の一言。あれ、病気かこれ。が実は体脂肪が 5% 増えていた時の一言。中に行ってたのね、中に。オンタマスペシャルランキング、旅行の際に聴きたい曲とは？時田さん、はい、女性に言われるとドキッとする一言。ああ、新太くんのそういうとこ意外と好きかも。スキマスイッチのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマオピニオン、スキマスイッチさんに MD というテーマで制限時間いっぱいまで自己主張をしていただきます。ではご自由にどうぞ。 MD、 ミニディスクね。ミニディスク、これはですね、うん、僕が曲を書く上で欠かせないアイテムなんですけども、昔はねカセットテープをこう、うん、ちっちゃいこうデッキを回して、ね、その前でこうやって歌いながらテレコを使ってね、弾いてやってたんですけども、それがこうちょっと進歩して僕、うん、MD になったんですよ。でそれが今ちょっとなんか危うい気がして。だってほら今みんなほらもうほとんどセットなんかそうでしょ、ハードディスクのなってるからね、なんかなってるじゃないですか、うん、あれ便利じゃないか。いやいや、それはちょっと困るんですよ。なんでですか？僕曲だってできなくなりますよ、あれ。あ、もうハードディスクで便利な感じで MD はいちいちこう、いやいやいや、もうそれはだって僕のやり方にはその発想がないですよ。だから MD をですね、ぜひもうちょっと続けてください。僕パソコン覚えるまで。あー、なるほどね。はい。オンタマ CD シングルセールスランキング、先週1週間で最も売れた曲とは？MD のそのデッキを僕はもう一個買おうと思ってるんですよ、うん、壊れる前にね。なるほどね。まだ壊れてないです僕のやつは、うんうん、でも壊れる前にもう一個買っとこうと思ってるんですけども、僕ほど MD 愛してる人はいないと思います。5秒前。ぜひメーカーの皆さん、僕ほど愛してる人はいないと思いますよ。MD を
スキマスイッチの温玉。au by KDDI がお送りします。温玉ベスト3。子供の頃よく行った名古屋ローカルだと思っていたレストランベスト3。まずは第3位、スガキ屋。ラーメンファミリーレストランみたいな。そうですね、あのラーメンは和風豚骨と言われている、言ってますね、ラーメンなんですけども、うん、もう通い詰めましたね。通い詰めました。もう毎週には行ってましたね、はい、第2位、ココイチ。本当に名古屋だけだってかすごい強いと思ってたら意外とどこでもあるんだ。どこでもありますね。おすすめは、あやっぱカツチーズ400ですね。これカツチーズ行くか。カツチーズ400。僕はまあ大体ソーセージですね。あこれうまいね。はい、この夏またまたやります温玉ライブ。今回も豪華アーティストの出演が続々決定。 au チケットにて独占先行予約受付中。このチャンスをお見逃しなく。第1位、相模。うちおじいちゃんおばあちゃんがいましたから、うんうんうん、あの家族で行くっていうとあんまりこう脂っこいものを食べれない時に、確かに、もうやっぱり相模はね、あの実家に帰った時にはですね、今度は僕がおじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃんたちを連れて、あいいですねそれ、僕のおごりで相模、もうちょっと高いところに行って、いや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 、何言ってるんですか。時田さんの相模の思い出は、あの僕の高校の隣に相模があったんですけどね、あのそこの前で別れ話をしてすいませんでした。スキマスイッチの温玉。 au by KDDI がお送りします。温玉メール。スキマスイッチさんのマネージャーさんからメールが届きました。大橋さん読んでください。はい、大橋さんへ。最近英会話にハマっているそうですが、今回の新曲虹のレシピを英語でどういう曲か紹介してください。これを返信メールでね。それでは今から返事を書いてください。絵文字をつけて制限時間内にどうぞ。絵文字をつけて。大橋さん、はい、いつから英会話を始めたんですか。まだまだあれですよ、まだ全然ですよ。あなぜ始めたんですか。いやちょっと海外行った時に便利かなと思って始めたんですけど。そんな大橋さんを見て時田さんどう思いますか。いやあの頼もしい限りですね。ゆくゆくはあれ海外。あれ頼もしくねえ全然。おい、この夏またまたやります温玉ライブ。今回も豪華アーティストの出演が続々決定。 au チケットにて独占先行予約受付中。このチャンスをお見逃しなく。 This song is very funny。 キュ翻訳してください。楽しい曲ですっていうことですね。チュってことですね。楽しい曲だね、チュってことです。英会話の成果はまだ出てないような。ですね、全然出てないですね。